はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険です。というわけでね、今回も、ベイブレードバーストをやっていきたいと思います。まあサムネにある通りわかると思うんですが、ソニックのカスタマイズ、ソニック風のカスタマイズですね。はい、今回見せていきたいと思います。デッサイザーですねと、まあこんな感じになっています。はい、でなんで軸先が赤いのかと言いますと、ソニックの靴は赤いので、それをイメージしようかなと思いまして、でこのインパクトはですね、すごく駆け巡ってくれるので、まあそれでいい感じにソニックのスピードを表して、でソニックのね、この縦髪を表すかのようなね、この尖った感じで、これをねカスタマイズして、で真ん中のシールを黄色にすることによって、ソニックの肌を表すような感じにしています。でシンボルカラーは青ということで、まあなんとなくいい感じに完成できたのかなと。靴は赤色で青色の毛並み、そしてツンとしたこの髪型っていうか、なんというか、そして肌の色がここにあるとという感じで、カスタマイズしてみました。では早速走らせていきたいと思います。多分ね、ラッシュシュートしなかったら多分普通にコースアウトするんじゃないかな。早すぎて、いきます。 3,2,1 ゴーシュ。お前走る前にこけんなよ。もう一回いくよ。 3,2,1 ゴーシュ。おー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 、もうちょいちゃんと回ってくんねえかな。ぐるんぐるんぐるんつって、ダメだこりゃで、こいつを操るにはラッシュシュートという方法が必要です。ラッシュシュートというのは、シューターを内側に斜めにして自分の方向に打つ、そういう形にすると、こいつはこうやって回るんじゃなくてこんな感じで回ってくれます。まあやればわかるかな。いきます。あおいや、待った待った、いくよ。 3,2,1 ゴーシュ。あー難しいな、新品だから暴れるな。ほい、おい、ちょっと待って、これこれをすることによってコースアウトせずに真ん中にいる敵に結構当たりに行ってくれるので、まあ敵がいたらいい感じにバーストしてくれるんじゃないかなと思います。では早速ね、まあまたしてもこいつと戦わせていこうかなと思います。じゃあ一回こいつ最初に打ちますね。 Run away、 いきます。 3,2,1 ゴーシュ。ソニックのスピード見したらいい。ここ知らねえ、2番は分かんねえ、当たんないね。おお、安定のバースト、いいですね、いい感じいい感じ。おー、でも3,6か。フェンフィンフェン、ほい。じゃあ一応ね、どれほど回るのか試してみましょう。ラッシュシュートした方が多分回るよね。うん、壁に当たってガンガンやるよりね。いきます。多分行って30秒くらいだと思います。 3,2,1 ゴーシュ。Run away、指パッチあんまなんねえな。30秒いかねえわ。いくかな。22 23 24 25 26 27 28 29。で先ほど多分1秒遅れたので30秒ぴったりとしておきましょう。というわけでね、まあ最強のアタッカーって感じですかね。まあラッシュシュートさえ成功してしまえば
まあこのベイブレードはなかなかね敵に当たりに行って最高速度で敵をバーストしてくれるんじゃないかなと思いますので、よければ皆さんもねこのソニックのカスタマイズよければやってみてください。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。